誘拐事件では人質の約4割が無事解放されてる。影響する要因はいろいろあるが、例を挙げれば犯人の国籍、人質の年齢、交渉人を雇ったかどうかってとこだ。こんなのできないよ。結局500万ドルがなきゃどうにもならない。だが身代金が払えない場合、助かる確率はぐんと下がる。しっかりしろ。今ので大丈夫。このセリフを練習通りに言うだけだ。本当にうまくいくんだね。ああ、やり通せばな。わかった。あれ、電話1時間後って。ああ、ぴったり。ちゃんとしたやつだ。練習した通りだ。出て。ニック、早く出ろ。ニック。3、2、1。もしもし。金はできたか。今集めてる。まず彼女が無事かどうか知りたい。サツがいるのか。いや、まさか。生きてるよ。本当にドンは無事なんだな。金を払わなきゃ先は保証できねえ。姿を見るまでは払うつもりはない。怪我させてないだろうな。500万ドル欲しければビデオに撮ってみせろ。また随分と強気じゃねえか。いい気になんなよ。誘拐もビジネス。商品は人の命だけに。当然犯人の方が立場が強いが、他に売れるわけじゃなし。条件には従うしかない。2時間後、ココナッツグローブのショッピングセンターだ。また電話する。もうやだ。途中で吐くかと思った。ああ、よくやったよ。それでいい。